皆様大変長らくお待たせいたしました。そして本日はお越しくださいまして誠にありがとうございました。ただいまより FC 町田ゼルビア2014シーズン街頭報告会を開始させていただきます。まずはじめに代表取締役の下川博之より皆様にご挨拶させていただきます。皆さん、お寒い中芝浦の方にお集まりいただきましてありがとうございます。2014年 J3 リーグ、初めての参戦ということで、大変話題にもなりましたが、チームの方は、第3位ということで結果的には、J2 の方に昇格はできませんでしたが、今年の、シーズンスタートの時のですね、発表会の時のように、今年しっかり準備をし、基盤を作って J2 に上がっても、決して落ちないチームを作ろうという基礎の固める年でありました。結果的には3位という結果になりましたが、しっかりとその辺は出来上がったのではないかと思っております。来年、相馬体制で、またしっかりと準備をし、来年また、野津田競技場の方に足を運んでいただければありがたいと思います。1年間ご声援ありがとうございました。ありがとうございました。代表取締役下川博之より皆様へのご挨拶でした。続きまして相馬直樹監督より挨拶です。相馬監督お願いします。こんにちは。本日は非常に寒い中、こうやってたくさんの方々にお集まりいただき大変ありがとうございます。そしてこの1年間、我々の新しく始まりました J3 そういったリーグを本当皆さんの支え、声援、本当いろんなものの中でなんとか無事終わることができました。本当に1年間ありがとうございました。そうした中、目標であった、J2 の昇格というものを今年は叶えられずに大変皆さんにも悔しい思いをさせてしまいました。本当に心苦しいのですが、ただ先ほど社長からも話があった通り、十分な基盤そして下地は出来上がったというふうに思っております。ここからまた来季に向けて、そして J2 への昇格に向けてまた、スタッフそしてフロント選手そして皆さんとともにぜひそういった結果を来年のこの場では、ご報告そして一緒に喜び合えるように、したいなというふうに思っております。今年の感謝とともにまた来年のさらなるご声援支援そういったものを お願いさせていただいて、挨拶をさせていただきます。本当に1年間ありがとうございました。ね、このコールは聞きたいものでなかなかマイクが入れられませんでしたけれども、次には各選手よりご挨拶を一人一人頂戴したいと思います。一人ずつ名前をお呼びしますので、呼ばれた方は前に出てきてご挨拶をお願いいたします。それではトップバッターは秀行智仁選手お願いします。秀行ピンクの、こんにちは。こんなにも寒いのに、来てくれてありがとうございます。子供たち風邪ひかへんように気をつけてください。1年間いろいろありましたけど応援の方ありがとうございました。今年に関しては本当最後の最後までその可能性を信じて応援してくれたことに選手は力になりましたし本当に感謝しています。最初なんでこんなもんにしときます。1年間ありがとうございました。終了。ありがとうございました。終了終了終了。続
続いては吉井直人選手お願いします。こんにちは。僕自身、レンタル移籍してきて、1年間、町田のために、一生懸命やってこようと思ったんですけど、その中で大怪我してしまってっていうこともあって、なかなか辛いシーズンだったんですけど、その中でもサポーターの皆さんに、支えてもらって、プレーできたのは本当に嬉しく思います。で、まあ、J2 に上がれなかったんですけど、来年はもっともっと強いチームになって J2 に上がると思うんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。よしー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 。では藤田大成選手お願いします。大成こんにちは。来年の相馬大成には藤田大成はいませんが、ありがとうございました。ありがとうございました。大成大成大成。続いて深津光太選手お願いします。タイロはいいんです、大物は最後に取っておきます。こんにちは。1年間ありがとうございました。来年は J2 行きましょう。ありがとうございました。復活復活復活。リ・ハンジェ選手お願いします。皆さんこんにちは。今日はこの寒い中集まっていただきどうもありがとうございます。そして1年間僕たちを支えていただきどうもありがとうございます。まあ今年は本当悔しい思いをしましたし、皆さんにも悔しい思いをさせました。で、僕は去年本当引退しようと考えました。その中で町田ゼルビアに誘っていただき、ここでまたサッカーできたことに本当に感謝してますし、それを感謝だけじゃなく必ず形にして返したいと思います。それを今年成し遂げれなかったので、来年こそはここでみんなにいい報告できるように戦っていきたいと思います。頼むぞ。ありがとうございました。リハンジェリハンジェリハンジェ。原田圭介選手お願いします。1年間ありがとうございました。自分は今年でサッカーをやめることにしました。これからは皆さんと一緒に一サポーターとして野津田で一緒に応援できればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ファラダンファラダンファラダン。遠藤圭介選手お願いします。こんにちは。来年こそは J2 に行きましょう。ありがとうございました。遠藤遠藤遠藤。鈴木浩二選手お願いします。こんにちは。今年、まあ、チームとしても個人としてもすごい、まあ、成長できたところもあるんですけど、やっぱりチームの目標としてる昇格っていうところはできなかったんで、来年はチーム一丸となって一緒に戦ってください。おい、ありがとうございました。ありがとうございました。庄司義博選手お願いします。庄司、こんにちは。3年間ありがとうございました。まだ来年のことは何も決まってませんけど、サッカーはやります。相模はやめろ。もっと成長して、サッカー上手くなりたいと思ってるんで、はい、頑張れ。個人的に応援してください。おい、応援するよ。ありがとうございました。ありがとうございました。庄司庄司庄司。大竹龍斗選手お願いします。黒いこんにちは。1年間応援ありがとうございました。このチームでやれたこと、
え？いや1年間やれてよかったです。キャプテンハンジさんで、コウタ君と庄司が副キャプテンで、まあ皆さんの前で初めて言うんですけど、僕1年間規律委員長としてチームの私生活の部分をしっかりまとめて、本当かよ、胸を張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて木島哲也選手お願いします。哲也、2年間ありがとうございました。J2 に行きたかったですけど、なんか力になれなくてすいません。いや、来年は絶対上がってくれると思うんで、応援よろしくお願いします。哲也、ありがとうございました。哲也、哲也、斉藤翔太選手お願いします。こんにちは。今年1年応援ありがとうございました。まあ来年はもっと試合出て、もっと点取って J2 昇格に貢献したいと思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。翔太、翔太、翔太、栗山直樹選手お願いします。初めて顔見る。皆さんこんにちは。皆さんの中には僕の顔を全然知らない方もいらっしゃると思いますけども、今年夏に加入しました栗山です。僕自身ちょっと1ヶ月ぐらいで大怪我してしまって、今リハビリの身なんですけども、また来年しっかりサッカーできるように今リハビリ頑張ってるんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。鈴木貴文選手お願いします。貴文、こんにちは。1年間本当に温かい声援ありがとうございました。来年こそは皆さんと一緒に J2 に昇格したいと思っているので、応援またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。貴文、貴文、貴文。三木海選手お願いします。三木、早く契約しろ。こんにちは。今年も1年間応援ありがとうございました。来年こそはみんなの力で J2 掴みましょう。おー、ありがとうございます。ありがとうございました。三木海、三木海、三木海。松下潤人選手お願いします。こんにちは。1年間、応援ありがとうございました。来年のこの時期に、みんなと笑っていたいので、僕らも頑張りますので、来年も1年間応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ジェント、ジェント、ジェント。高原俊康選手お願いします。こんにちは。1年間応援ありがとうございました。また来年 J2 上がれるように頑張りますので、ぜひ野津田に来て応援してください。ありがとうございました。高原、高原、高原。島崎恭平選手お願いします。こんにちは。今年1年あんま試合には出れなかったんですけど、ホーム最終戦の皆さんの声援はすごく力になりました。ありがとうございました。もっと頑張ります。ありがとうございました。島崎、島崎、島崎。白谷健人選手お願いします。健人、こんばんは。僕も引退します。7年間いいサッカー持ってて、持ってて、終わります。健太、健太、健太、健太。
ございました。なんだか美味しくてすみません。続きましてベデモン選手お願いします。では今年1年間応援ありがとうございます。来年こそ絶対みんなと J2 行きたいと思うんで、来年本当に熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ベテオベテオベテオ。星野悟選手お願いします。こんにちは。今年1年間応援ありがとうございました。また熱い声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。星野星野星野。中島康平選手お願いします。こんにちは。今年1年応援ありがとうございました。まあ、個人としては何も結果を残してませんが、ありがとうございました。ありがとうございました。公平公平公平。垣根拓也選手お願いします。一年間応援ありがとうございました。僕自身今年チームに全く貢献することができなくて情けない気持ちと悔しい気持ちいっぱいです。来年は必ずチームに必ず貢献して頑張ります。おい頑張る。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴーメ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 。望月雅人選手お願いします。こんにちは。今年1年間、応援ありがとうございます。チームが、J2 昇格という目標の中で個人的に、チームにの 力になることができず、悔いの残り1年間でした。来年は、この悔しさをバネに、頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。戸高弘樹選手お願いします。こんにちは。1年間応援ありがとうございました。来シーズンこそは絶対 J2 に上がれるように頑張りましょう。はい、ありがとうございました。弘樹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 。石川隆夫選手お願いします。こんにちは。今年1年間、応援ありがとうございました。個人としては、チーム、まあ、試合にリーグ戦に出ることができず、チームに貢献できなかったのはとても悔しい思いでいっぱいです。来年は皆さんで必ず J2 へ上がりましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。千葉聡太選手お願いします。こんにちは。1年間応援ありがとうございました。と来年もまた同じあ、同じのつのつ来年もまたのつへ足を運んで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。翔太翔太稲垣優太選手お願いします。こんにちは。1年間応援ありがとうございました。来シーズンは僕が、ブレイクして絶対J2 昇格に貢献しますので、来シーズンも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。稲垣稲垣稲垣。久喜野聡選手お願いします。
こんにちは。PK 外してすみません。今日リリースされたと思うんですけど、来季は、完全移籍で加入します。J2 上がれるように頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ガキドーガキドーガキドー。そして最後は選手会長の平智弘選手、お願いいたします。こんにちは。今年1年地味に選手会長として活動してました平です。今年規律委員長の大竹君と共に、チームとして支えていったんですけど、大竹君一番規律守ってなかったなと思ったんですけど、でそれも含めて来年はもっといい基盤を作って、僕たちは、熱くがむしゃらにもう勝ち点3取りに行くしかないと思ってるんで、皆さんの熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。タイラーいただきました。タイラータイラー。さあこの後は選手の皆さん、そして今日会場に来てくださった皆さんと全員で記念撮影を行うんですが、その前になんとイルミネーション点灯のお時間となりましたので、皆さん全員でカウントダウンをしていただきたいのですが、よろしいでしょうか。もう勝手にいいということでやらせていただきます。5秒前からいきます。5秒前から数えますので、5から順に下がっていってください。よろしくお願いします。いきます。町田イルミネーションパーク2014 in 町田芝城、カウントダウン5 4 3 2 1、点灯。ありがとうございます。入り口のもみの木とラビリンスの方に点灯させていただきました。さあそれでは本日お越しいただきました皆様と選手監督スタッフの皆さんで記念撮影を行います。選手の皆様はどうぞステージの前にお集まりください。